鉄は微粒子を吸い込んでるのが大事、はい、そしたらこっち行きますよ。こっちはあの冷やす前はどんなんやったでしょうか、覚えてますか。え、磁石とどないだったか覚えてる、覚えてへん、よいしょ、忘れた、はい、あ、つかなかったね。これとこれと一緒やったね、お皿と一緒でしたね。冷えたかな、冷えたらちょっと変になってるんですよ。あ、来てるわっていう話で、見たあんまって話で、おお、ちょっとカメラをね、こっちを映しますね。手で触ってるからちょっと見にくいんで、これでいきましょうか。これ近づけるよ。いきます。これ。これ。これ。え、これ。これなんですか。磁石。逃げてしゃあないのね。こうやってね。こうやって置いてみるね。おい。置いてくる。磁石。ということは、反対は？そう。知ってんの君。気づきました。そうだ。あれって、変か。どっちも。どっちも引っ付けない。これ磁石か。こんな磁石ありますか。どっちも引っ付けないで。不思議。不思議。これでものすごいさっき言った電気抵抗出るんですね。で、こんなん。これ実は超電。超電。で、これが皆さん不思議ですね。な、くっつくのはくっつくね。これどっちでもくっつくね。どっちもくっつくね。で、こっちは、まあそれの反対。どっちも逃げる。それまあ、言うたら鉄の反対になった。ね。鉄があるんやったら鉄の反対でやってもいいんちゃう？あかん。あかん。まあ、しゃあないな。鉄の反対ですね。どっちもどっちも逃げますもんね。これね、事実です。鉄の反対ことは、鉄は磁力線吸ってました。これはどうなるんでしょうか。磁力線。どうなるんでしょう。え、考えてよ。どうなるか。考えた。こいつの反対が来ないなる、来ないなる、なる、来ないなりますね、ね、なりますね、なりますね、はい、なるいうことで皆さん分かったんで、もうこれで見んじゃない、うん、見たい言うて見たいね、うん、見るで、ここへね、置いて、見ますね。ほんなら、奥で。よいしょ。はい、どうなったでしょうか。はい、はい。ほら、真ん中置いて、ほら。見えます。ほら、ほら、ちょっと。こうやって、こうやってこの上パラパラと巻いてみましょうか。これ、ここへ行け。で、ちょっと上行くと、ちょっと上行くと、この辺は、この辺、上ね、下行くと上。面白いの。
だいたい想像した通りになった。この絵の通りになってない、なってるね。すごいね、何が世界初ってね、これ世界初、この磁力線見るのが世界初ね。これみんなで見るのがね、世界初。ものすごい動物ですもんあるけどね、これすごい、まあ、なんか美しい感じしますね。で、これはね、冷やしてるからね。だからこっから今この液体窒の中に入れるから、こっから外へ出るとお皿と一緒になります。それをほんなら見ましょうか、見ましょうか。これをね出しますよ。出してね、出してね、ぬくめます。はい、これね、今まだね、これ超電導ね。でちょっと真ん中へこう寄せようとしても入りません。で今だん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 ね、ぬくもってきてるはず。どうなるでしょうか。これ真ん中へやろうとしてるんで、真ん中へ来てん。あ、ちょっと来た。ちょっと入ってきたで。ほら。ほら、入ってきた、入ってきた。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 もうこれは、はい、お皿と一緒です。お皿と一緒になりました、ね。はい、お皿と一緒になったということは、お皿と一緒になったということは、この磁石どうなんでしょうか。え、おお、つけてしまった。つけた。よし、お皿と一緒になるということは、これは離れませんね。普通で全然面白い、全然面白い。ほんならもうちょっとびっくりしてもらいましょうか。え、いや、そのくしゃみでびっくりします。次ね、何をするかというと、もう一回冷やしますね。もう一回見たいね、今もう一回見たいね。今度はこんなことを冷やしますね。今度どうなるでしょうか。今度はどうなるでしょうか。これびっくりやね。これはさらにびっくりですね。さっきぬくかったからお皿と一緒でこんなんやったね。こんなんやったね。ちょっとひっくり返したね。実際これやから。冷えたら。こうですね、こうですね。これ今冷やしてます。こんなんから、こんなんからこっちになるんですか。こっちになってなったら、これがこの磁石が置いてくるんですか。置いてくるんですか。置いてけんのか。さっきだよか。え、忘れたか。超電導いうのは磁力線ビャーッと溶けるんで、まあ磁力線大嫌いね。大嫌いになるんか、大嫌いになるんかということなんですけども、ちょっともうちょっと冷やそう。ちょっと変やね。ちょっと変で、皆さんが期待してこう浮き上がって、実際に浮き上がってしまう超電導もあるんです。それ普通の超電導、第一子、第一子ね。これ第二子超電導で違う。それとちゃう。どないちゃうか言うと、いくで。これ。え、普通ですか。え、これ。で、くっついたんじゃないけど、このデータを発揮しますね。よし、よし。おい。浮いてんの、これ。マジ来ちゃいますよ。誰がやってもなるんですけど、面白いから、びっくりしたから、さっきよりびっくりしたよ。こんなん見たことあるか、こんなん見たことあるか。
こんなん、こんなんしてやるやつみたいな。チャーハンで。こんなことしたらこういう。欲しい？とか、これはあげられない。これはあげられない。ここからもうたんやね。まあこれぐらいですね、これぐらい。もうた。300万やったら売ります。30万。ちょっと無理やり外しました。今度こうすると近づけていくと、さっき吹いたみたいになるんでしょうか。なるでしょうか。行くで、近づけるで。あ、来てる来てる来てる。どない来てるか言うと、こない来てる。お、ちょっとひたばんでる。何ですか。何円これ。どないなったのかなと思いますね。まあびっくりしたということで、これで3円証を歩いたら飽きませんね。飽きませんね。これね、昔はそうやったんですよ。今はね、10億線見えるからね。ちょっとこれで見てみましょうね。どないなってるかね。これは何かというと、これとなんか同じようなのがあるでしょ。これ磁石のこの磁力線がね、まあ、スタンプされたんだ、ね、ちょっとこっちで見てみますね。こっちで見てみましょうね。どないなってるかね。あ、こんなにしちゃったかな。これでいこうか。さっきは、逃げましたね。磁力線切れたでしょ。今度はこれ。大好きか。この辺がいいで。で、この真ん中もいいで。ちょっと、もうちょっと見ます。開いてる。で、これもうちょっと上上げます、ね。映ってるかな。上の方に持っていくと、ここで。すごいよ。で、こうしてね、こっちにね。なんか面白いでしょ。なんかこれ糸で縫ったみたいななんか感じになってますね。このね、この超伝導体の中で磁力線が動け。これをね、ピン止めていきます。超伝導の中で磁力線動けへんわけです。第二子はね、もう一遍こっち来ますよ。こっちに持っていったら、よいしょ。これね、さっき言ったこれね。これ中入ったまんまね。で、この、これの磁力線とこれの磁力線をちょっと想像しておいていただきたいんですけども、これでね、もう一遍どんなことが起こったか説明しますね。ちょっと模型を使って説明させてもらいますね。こう持っていってね、こうやってドボンとつけたんですね。ドボンとつけてね。冷えるまではお皿と一緒。だからこうね。磁力線は関係なかったです。で、冷えると、まあ冷えるとこいつが凍るみたいなもんですよ。凍ってしまって、これ、動かれへん、ここで。だから、こんな感じで。こっちか。こんな感じで。こういう感じ。無理やり外そうすると、こんなになるでしょ。こっち戻るよ。こっちが無理やりだと、こんな戻るよ。こっち行くと、こんな。こっち行くと、こんな。まあ、無理やりそこから、ぐにゃーっとこれが曲がっていくんだけど、ゴムみたいになってる。こんな。この時は、こ
こうすると、来ない線だから。この自動線、ここ来ないのが痛い。もっと。せっかくシュッとこう動いてる。この時も、ぐにゃってなって、シュッとこう動いてる。というのを、で、こんなことになるわけね。なんか分かった。分かった。ちょっと吸い付いてくる時の自動線見ましょうか。これまた面白いね。これ面白いな。僕は面白いけどな。なかなかな。無意地みたいなところ。これね。磁石が近づいてきます。磁力線どうなるでしょうか。上。これ。見てる。これ。こんなになって、こんなになって磁石にくっついていくよね。この磁力線引っ張る。離れるとね。面白いの。こんなになってます。だから今の磁力線見えへんけども想像してみてよ。シューッと立ってきてね。シューッと立ってきて、シューッと立ってきて、ビュッて引っ張る。っていうことになってます。素晴らしいなと僕は思うんだけど、ならもうこれで実験全部終わりなんで、今度はぬくもるところを見てみますね。ぬくもっていくところを見ていただいて終わりますね。これは、冷えてるときだけ、冷えてるときぬくもるとダメ、飽きまへん。その飽きまへんというところをそしたら見ましょうね。今は冷えてます。だんだんぬくもってきます。来た。もう磁力線全部に入ってしまいました。もうこれは普通のお皿と一緒、このお皿と一緒で、はい、何も面白くありません。ね、まあこれで、実験終わりますけども、もう一遍冷やすわね。また見たい人見てね、写真撮りたいからとかね、特別のサービスね。で、今日はですね、超電導を、磁力線で見ていただきました。これね、世界初ね。でこういう、目に見えへんもんを、あたかも目に見えるようにしてですね、いろいろ考えるのが今の物理学ね。でこの、皆さん携帯電話とか使われて電波を利用してるけど、電波の半分はこの磁力線です。電磁波ですね。で、皆さん今地球に追って地球に引っ張られてるでしょ。重力引っ張られてる。地球の太陽引っ張られてる。その引っ張ってるのがね、重力波4感。これがアインシュタインの相対性理論で、我々重くてね、ちょっと動きにくいでしょ。重い人動きにくい、重さあります。でその重いのを動き邪魔してるのがヒッグス理論です。でこれ仮説で、これね、2年前のノーベル賞で南部さんがね、取り上げた。これがの理論がね、南部さんで、今スイスのジュネーブの方で実験して、それの証明をしようとしてね、細かとかね、もう一つ見つかるかもしれません。ということで、こう目に見えへんものを考えるのが、で、何かいろいろ考えようとしてるのが今のことです。はい。ということで、これで再編者終わりますね。今日は皆さんね、磁力線でもう考えてもらったんだけど、これは科学者がやってることね、それを大切にしていただきました。はい、最後までありがとうございました。